イドル戦国時代を生き抜くために、真っ白なキャンバスの成長を応援する番組、白キャン応援委員会。皆さんありがとうございました。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。物販コーナーへやってまいりました。ここでね、自腹ちゃんがより、その財布を痩せさせることになるのかどうか、ちょっと僕がここでの暴れっぷりに、皆さん注目してください。ということでやってまいりました、物販コーナー。これすごいですよ、見てください。シャツ、ロンティーと普通の T シャツ。ロンティーと T シャツはまずいただきましょうかね。僕ちょっと XL なんで。はい、これ下のやつ何なんですか？アクリルキーホルダー。これってあれですか、メンバーのみんなが描いた絵がそれキーホルダーになってるみたいな。そうですね。あれですか、選んで買う感じですか？こちらランダムになります。ランダムで。はい、うまい子もいればそうでない子もいる。これは何なんでしょうか？ルイ・ヴィトンの柄みたいなのが描いたキリンのこのキーホルダーが当たるまで僕買いたいと思います。じゃあちょっと引かしてもらっていいですか？そのあ、こっから選べるんですね。1個これいくらですか？1個800円。ほう、白キャンにいっぱいお金払わしたいから一発では当てたくないな。とりあえずじゃあ1個目引かしてもらっていいですか？1個目中身何なんでしょうか？はい、1個目出ました。ドン、小野寺さんのキャラクター。はあ、なるほど。うわ、浜辺さんのキリン出へんかった。じゃあ2個目、開封したいと思います。2個目出ました、こちらです。ドン、浜辺。一応作者一緒やけど、これ何これ、浜辺さん。はい、3つ目出ました。ドン、西野さんが描いたお米の人です。4つ目はこちらです。ドン、なかなか出ない。頼む、お願い、もう嫌や、もう楽屋戻りたい。14個目行きたいと思います。浜辺さん、終わった。やっと出ましたキリンちゃん。じゃあ14個で総額いくらですか？11,200円。じゃあすいません、お会計お願いいたします。白キャン応援委員会。客席後方、下手側の後方に出ます。反対側は上手側。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、みんな最後のライブしていこう。おお、じゃあ今から、ライブ前の白キャンに差し入れしていきたいと思います。失礼します。おー、 T シャツじゃない、持ってきてくれ。あ、ちょっと T シャツ買ってきたんですよ。はい、見てこのロンティの下も、はい、はい、2枚がいい。すごい。ちょっと差し入れ持ってきました。嬉しい。これもう亀有に本店を構える吉田パンというむちゃくちゃ有名な、朝めちゃくちゃ行列なってて、これも自腹ちゃんですか？はい、マジ、はい、吉田さん、これまあ一回忘れて、一回忘れて。でもこのみんなのイメージに合ったパン僕買ってきましたんで、一人一人渡していきますね。じゃあまず誰から渡そうかな。麦田さんから行こうか。麦田さん、蜂蜜まあがり、これめマジで美味しい。あれ、あんまちゃうかった。とりあえず喜んどけ。ありがとうございます。よし、はい、あ、浜辺さん行く。浜辺さんはね、フルーツサンド。やっと。やっぱなんていうか、なんかその白キャンのビタミン C 担当というかね。いただきます。はい、ライブ前にそれでエネルギーつけて。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次は、あ、橋本さん行こうか。橋本さんは黒豆きな粉。なんで？いや、橋本さん一番髪の毛黒いから、そのわ、大和なでしこみたいな。私のこと知らないんだ。私のこと知らないから。知ってるよ、知りすぎて。きな粉なんでだ。きな粉、いやだからそのなんやろ、一番大和なでしこっぽいから、ちょっと和風。きな粉が、いや、きな粉というか橋本さんが大和なでしこっぽいから、結構和風な感じを選んでみた。そう、でも好きです、きな粉。あ、
当たってた、知ってるよ、エネルギーつけて。それでありがとうございます。はい、鈴木さんへの差し入れパン、リンゴ、どう？どう？鈴木さんいつもなんかほっぺがちょっとリンゴのように赤いからちょっと連想してみたいけど、あれ、何こいつみたいな顔してる、こいつ何言ってんのみたいな顔してる。ありがとうございます。あ、嬉しい、それ食って頑張れ、だいぶ。ありがとうございます。 OK、 めちゃくちゃ美味しいから。じゃあ小野寺さんにプレゼントするのはこちらカスタード。嬉しい、おっしゃー、ほら見たいか、ボケ。大好き、大好きでしょ。これもうなんか小野寺さんってもう正統派っていうイメージあるから、もうパンのなんか中身の正統派って考えたら何かな、カスタード。やったー、はい、選んできました、三浦さんにぴったりなジャムマーガリン。ありがとうございます。最初三浦さん、僕と会った時髪色なんでしたか？そう、あれはもうジャムのようでした。はい、で今ね、もうマーガリン色、髪の毛マーガリン、こんな色ですか？いいね、いいね、いいね、もう編集で何とかしとくから。食べてますよ、多分。え？カビ玉上がり食べてる。カビ玉って何やと、俺の生活水準の低さばかりしたがって。ありがとうございます。はい、じゃあそれ頑張ってください、それ食べて。いただきます。はい、次は西野さんに渡していきたいと思います。じゃあ西野さんはクッキー&バニラ。うわ、好きなやつ絶対。やったやったえ？めっちゃ半分ないってこと。あ、あ、そうです、あ、西野さんってなんか小食のイメージあったから結構ちょっと半分ぐらい食べちゃったから。ガチで？西野さんのいただきたいと思います。めちゃくちゃうまい、西野さん。うそうそですよね、ですよね、よかった。クッキーバニラ好きでしょ？大好きです、ありがとうございます。一緒にロケした時むっちゃ甘いもん食ってたから、とにかく甘いの、とりあえずもう甘いもん食って頭回してください。はい、じゃあ頑張ってね、みんな。バイバイ、ありがとうございます。はい、この4周年記念ライブの中、意気込みみたいな、そういうのありますか？まあとにかく4周年ってすごい大事な日なので、うん、そうですね、いいライブにとりあえず、いいライブにとりあえず、普段の対バンとかとはもう全然違う空気に、もう最高の空気に。ジュちゃん合ってんのそれ？じゃあ今の白キャンっていうのはそれどういうグループですか？どういうグループ？1年目とかはまだコンセプトもなんかままならんみたいな、そんな、でも4周年でだいぶ固まってきたと思うんですよ。なんか今はなんかみんなと一緒に、そのファンとか、はいはいはい、ファン以外でもなんかこうやってメンバーかかってきた方々とかと一緒に大きな夢を一緒に描いていこうみたいな、なるほどね、コンセプトだったなんですけど、はいはいはい、本当にそれがなんかそのコンセプトになってからできてきてるなって思ってます。あ、その最初のコンセプトがどんどん形になってきてると、4周年記念ワンマンライブ、ぶちかますぞ、どっちだ？こっちか、ぶちかますぞ。オッケー、分かんなかった、どっち見ていいか。寝れました？寝ました。あ、寝ました1時ぐらいに寝ました。いや、緊張しないですか、こんな大きい、だいぶ大きいじゃないですか。でも結構昨日から緊張あって、はい、なんか今回今までと違った感じで初めてやることが多いので、うん、はいはい、なるほど、緊張はしてます。4周年、この4周年を、まあ、みんなで頑張ってきたわけじゃないですか。今、シロキャンってどういうグループになりました？でもなんか7人で頑張っていこうみたいな感じが、はいはいはい、強まった感じがします。なるほど。なんか昔、6人で2人抜けちゃって、はいはいはい、私が入って5人で、はいはいはい、今なんか合体して7人みたいな感じだから、そのなんか7人最強みたいなあ見せれたらいいです。私と化け物、頑張るぞということで、浜辺さんでした、はい、頑張ってね、頑張ります、はい、ありがとうございました。次は橋本さんにインタビューしていきたいと思います。はい、橋本さん、バッチリじゃん、これ編み込み。私もバッチリですね。あ、まあ、僕もいつもよりでかいですね。いつもより今日ちょっと大きめでやらせていただきます。はい、昨日いっぱい牛乳飲みましたね。いや、もう俺がインタビューされてるやん。4周年じゃないですか、白キャンがね。その橋本さんから見て、今の白キャン、どんなグループ？どんなグループ？どんなグループ？どうなんだ？でも、初期目のあずちゃんがずっと言ってたんですけど、はいはいはい、辞めた子が、
帰ってきたくなるようなグループに慣れてるんじゃないかなって思います。なるほど、そうですよね。最初はどんな感じですか？戻ってきた時は結構もうみんな戻ってきたなみたいな感じ。なんか戻ってきて嬉しいのと、はい、なんか他方面が心配すぎて、あ、なんかゆりなちゃん大丈夫かとか、はいはい、お客さん大丈夫かなとか、そのお客さんの反応見て2人大丈夫かなとか、もういろいろ考えて、まだ座組が変わってくるわけやもんな。じゃあ最後に一言バシッと言って、はい、ライブに臨みましょうか。自腹ちゃんにならないように頑張ります。おい、それ入れるなライブの時は三浦さんにインタビューしていきたいと思います。いや、リハ終わりですよね。はい、リハ終わりです。いや、なんかちょっと全然疲れ見えないですけど。疲れてあら、まあもうええよいやでも大根役者がやめてください失礼な。あ、まだちゃんとライブ1本目の体力はちゃんと余してます？いや、いつもリハ終わって、はいはい、あの不安になるんですよ。あ、なるほど。この後1本いけんのかってなるんですけど、うん、あの出るじゃないですか。出て大体、まあ、はい、ワンマンライブって幕が上がる系なんで、はいはいはい、幕上がってお客さん見えた瞬間に全部疲れ吹っ飛びます。お客さんの笑顔がもう自分のパワーになってるんですね、はい今日のライブありますけど、その今シロキャン4周年ライブじゃないですか、はい、その今のシロキャンってどういうグループですか？今のシロキャンですか？はい、でもマジで奇跡に近いグループだと思ってて。なるほど、いろいろありましたもんね。そうなんですよ、ここ来るまでも、はい、うん、初期メンバーが1回卒業して戻ってくるって、はい、なんか前例があまりないらしくて、いろんな方になんかすごいなって。で、新しく浜辺さんも入ってみたいな、はい、でも今もう無敵、そうなんです、無敵状態みたいな、完成形みたいな。そうですね、あの2人が卒業して浜辺ちゃんが入ってきて、はいはい、なんか幻のこんな白キャンがあったらいいなみたいのをファンの方が写真とか合成して、その2人を5人時代の白キャンに合成して作ってたりしたのが本当に叶ったんですよ。実現するのがこの4周年ライブ、はい、じゃあ最後に三浦さんカメラに向かって一言、はい、いいですか？はい、これからライブ頑張りたいと思います。まだ来たことない方はぜひ今後のライブも遊びに来てください。頑張ってね、ライブ頑張ります。よっしゃ、ちょっとちゃんと見ててください。うん、ちゃんと見とくというわけで、もうライブの衣装ですか？はい。おぉ、かわいいですねちょっと待って、あれ、まだ怖い？うん、人見知りの。あ、もう3回ぐらい一緒に撮影はしてるけど、まだやっぱり慣れてない感じ、はい、あ、そうなんや。今のな、シロキャンについて、その鈴木さんどういう風に思ってる？どういうグループやと思ってます？仲いい。リハも休憩中、うん、ずっとなんか休憩は休憩で、うん、みんなでアイス買いに行ったり、アイス買いに行ったり。なるほど。いやー、もうバッチリということで、本番に向けて何か一言とかちょっといただいていいですか？一言？自腹ちゃん、そうやな自腹になりたくちゃうわこれちゃうわライブに向けてやろ、うつ4周年ライブ、素敵なものになるように頑張ります。おお、頑張れ！行ってこい行ってこい。麦田さん忙しいのにごめんね。はい。ね、結構もう本番前で慌ててたみたい。そうです。ね、うん。その証拠にちょっと今麦田さん裸足でございます。大丈夫？テンパりすぎちゃう？いや、どうですか？はい、このなんかもういろいろ取り組んできたこのライブについて。なんかめっちゃリハ終わったんですよ。うん。もうすぐでめっちゃ緊張してます。めっちゃ緊張してる。でももうやるしかないもんな。見るんですか？見ますよ。見たらあかんの？見ていい？いい？その麦田さん、そのライブ、4周年記念ライブで麦田さん自身、そのどこを見てほしい？どこを見てほしい？うん。なんか自分、人前に立つの苦手で、歌とか歌うの苦手なんで、歌ってたら見守ってみてほしい。なるほどね、もうただただ見守ってほしいと。いやでもね、いろいろあったじゃないですか、4周年行くまでにね。麦田さん、あの抜けられたりとかあったでしょ、うん、で、戻ってきて、で、今のシロキャン、そのどういうグループ？どういうグループ？うん、え、でもなんかめっちゃ温かいグループだ、うん、だ方言グループだから、なんか自分もまたこうやって戻ってくれたから、うん、めっちゃ
だって珍しいもんな、もう抜けて戻ってくるパターンって。でももう戻りたくなるようなグループ。じゃあ最後にカメラに一言、ちょっともう意気込みみたいな言っていっちゃいましょうか。最高に頑張ります。明るいですね。4周年記念ライブ思いっきりはっちゃけてきてください。はい、はい、いってらっしゃい。はい、いらっしゃい。あ、これワープすんのか。はい、次は小野寺さんにインタビューしていきたいと思います。小野寺さん、あ、ごめん、なんかやってたやんな。もうボネちゃんしっかりやった方がいいかも。いやー、どうですか、4周年記念ライブこうやってやりますけども、今までどうでした、シロキャン。うん、いろいろあったじゃないですか、メンバーとかね、いろいろ抜けたり戻ってきたりとかね。そうですね、うん、なんかその一緒に頑張ってきた初期メンバーのエンマとヒカルが、はい、去年はいなくて、うん、でも今年はまた戻ってきてくれて一緒に4周年ができるので、うん、すごく嬉しいです。はい、今日のライブどんなライブにしたいとかありますか。その5人時代に歌ってたと同じ楽曲でも、なんか7人になるとまた意味が変わる曲とかもあって、なんか7人でいい表現ができたらいいなって思います。なるほど。最後にね、画面に向かって意気込み一言言って終わりましょう。4周年ライブ絶対成功させます、頑張ります。ということで小野寺さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。ライブ頑張ってね。頑張ってね。はい、化け物役で出ますか。出えへんよ、失礼な。そういう目で見てたん。モテるし結構。え、そうなんだ。おー、なんやねん。なんや、早く行け。シロキャン応援委員会。行きもできなくて苦しいばかり、虫歯む化け物から、5分前です。5分前です。5分前になります。はい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 、やだエッチ。じゃあみんな集まって、オッケーオッケー。あ、何だよ。頑張るぞ。お願いします。私以外には活力になること、すべてが怖く感じて、言いかけはささい、それでも人代で生きる気力すらなくって、ああ、あの子は嘆いて身をかけたし、ああ、あの子は病に伏せた、目に見えない感染症を、月が私の番かな、泣いてる？泣いてない？ちょっと泣きそうでしたね。ちょっと泣きそう。いや、お疲れさん。よかった。いや、泣いてたね。え、なんでですか？こうしてたね。いや、よかった、でも。ありがとうございます。ばっちり。楽しかった。いや、よかった。やっと、お疲れ様。いや、よかった。最高でした。え、全部見てたんですか？全部見てましたよ。一番ジャンプしてたよ。見えなかった、僕のジャンプ。天井突き破ってましたよね。天井突き破るぐらい。え、嘘、見えてた？はい、というわけで、4周年記念ライブ終わりました。
ありがとうございます。おめでとう。お疲れ様も。なんていう言葉を与えていいか、もうお疲れ様とりあえず。最高でした。パーフェクト。みんな、おのおの一番輝いてた。やったー。今日の日本の11時から19時まで、あなたたちが一番輝いてた。やったー。すごい。いやー。本当にいいもん見せてもらう、僕もちょっとほろりできましたよ。嬉しい。いやー、いいもん見せてもらいました。ということで皆さん、忘れてはいませんでしょうか。何が？ライブ中はね、さすがにそういう雑念は取り除いてやってたと思うんですけど、自腹発表って最悪のタイミングすぎない？今回の合計金額はですね、46,380円です。46,380円。内訳はですね、吉田パン差し入れのですね、今浜辺さん食べてるやつね。美味しいです。美味しいやんな。美味しいな。14個で3,680円。はい、14個。まあ、あの、僕も食べましたし、スタッフさんも食べましたんで。え、僕たちで食べたらあかんの？え、あ、やばい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 、美味しいの。え、やんな、別に美味しいもんな。そして物販も買っちゃいました。イエーイ。何してんですか。今着てるのは半袖。僕さっき会った時長袖着てたよね。着てたやんな。嬉しいけど。嬉しいよな。そしてキーホルダーみんな作ったよね。一人三つずつね。あの浜辺さんの面白キリンストラップあったやんか。あれが当たるまで、あれを当たるまで、当たるまで、当たるまで、えぐいよ。ということで、物販では2万200円使いました。そして合計が46,380円。はい、楽しいな。もうなんかもうライブを私勢いで払っちゃおうやな。おお。ということでね、じゃあ自腹ちゃん、僕が決めたいと思います。心苦しいです。今回一番成長が見られなかったメンバーは、みんな頑張った、俺が払う、俺が払う、これも俺が買ったやつ、スタッフカード切っとけ。やばい、借金が300万から305万になっただけよ。目が荒い。借金が300万から305万になっただけや。まあまあまあ、今回はもうみんな頑張ったから、もうそれは払わせるかわいそう、見てられん。いいライブでしたもん。あ、よかった、ほんまによかった。ということで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。シロキャン応援委員会。